どうもピヨキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。ザ・ワゴンワールドファイナルということで、このコースはですね、あの天才トロール制作者ワゴンさんの最後のトロールコースになるんですよ。ということは僕の動画でワゴンさんが出てくるのもこれで最後になります。そう思うとですね、あれおかしいな、目からグリーンだからが出てる。今までありがとうございました。ネタ不足の僕にとっては最高の制作者さんでした。そんなあなたに一言だけ言わせてください。お疲れ様でした。このコースが最後なだけでまだ投稿をやめるとか言ってないからな、ワゴンさんは。いつかまた新しいコースを作ってくれると僕は信じて待ってますよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.02%。 まあこのコースで最後ということはワゴンさん本気を出してきてるんじゃないですかね。じゃあ僕も失礼のないように今日は遊びなしでガチでやっていきたいと思います。ははははは、待ってた、ギリギリ噛んだか噛まなかったかどっちかだと思うんだけど、で右のピンコインを最後にしようか。今日はピンコインコースだね。何枚ぐらいある？ 1,2,3,4,5 か。でこれそれぞれの場所をイメージしてると思うんだけど、左下もバグってんじゃねえか。絶対面白いよここ。もう最初から入っていこうか。もうメインは僕後回しにしない、最初にするパターンだ。絶対ここバグ散らかしてるコースなんじゃないの。上は何もないか。じゃあ P スイッチを押した瞬間すぐ右にダッシュ。開幕派だ。開幕からやってくれちゃってるね。いいよいいよ、さっき起きたばっかりだけど必死に食らいついていくよ。でこれは下に降りていいのかい。下の砲台が上にポーンと来るんじゃない。意外と何も。えっ、見た、みんな大体予想できてなかったね。であのピンコイン取りようがないよな。ここ上矢印書いてるけど取れるみたいな。めんどくせえことさせんだって。これめんどくせえんだよマジで。さっさこかー。もう怖いね、まだ初めて2回で罠しか引っかかってないんだけど、もうこれ以上なんだそれ。さすがワゴンさん見せるね。でここどうやったらあそこに閉じ込められたんだろうな。えさっきは抜けれたんだけど。右にかよ。意味わからんて、左を心配か。左を心配したまんまだったら抜けれるか。おーしゃおしゃおしゃ、もう立てつくんじゃねえぞ俺にワゴンさんよ。じゃあ上の派手なブロックを叩いてあのツタに捕まれっていうことなんじゃない。もうそういうワープやめろって。え、どうせやられるだけなんじゃないの。これ上に行けっていう感じで、なんか上バーがあるじゃねえかここに。俺を舐めるな。ここはジャンプするけど上を心配しない。そしたらドアに入らずに済むんだよね。もう理不尽だって絶対あんなの分かんない。どうにかなっちゃうぞ。さっき起きてからこれだよ。こんなの意味わかんないじゃん。全然ついていけないって脳みそが。じゃあ投げてオンをすればいいのか。お邪魔しないで砲弾。じゃあ僕はどうすればいいの。次は P スイッチを押したら先に進めるとか、それとも下のブラパか。ブラパだと思うよ。ですよね。下まで行ってオンオフしようか。多分それで大丈夫だと思うんだよね。めっちゃ今日はこのコースクリアするのに何時間かかるんだろうな。ここだけでめちゃめちゃまだ引っかかってるよ。じゃあ左向く、そしてオンをすれば大丈夫。あのベッド追いかけなきゃいけないんじゃない。うわ、あのオンオフまた変わりそうだな。次こそ上を進歩する。落ちてもいいようにな。そして使ってたまる。よいしょ。ピヨキング、お前の方がこのコースより意味わからんて、何でもかんでも叫ばいいっていうもんじゃないのよ。じゃあここはジャンプして右側に進んでいく。で上は何もなかったね。でこの土管はあ終わりなんだ。え、結構早かったね。じゃあ次の場所に行こうか。右下と右上と左上どこに行くかなんだけど、右下行こうか。左下終わったから。何の基準だよ。さあここはメッテ取っていいのかな。あれ右ツタが出てくるっていう感じだけど、あれは絶対罠だと思うよ。だからこれが正解だね。バーンバーンブーンブーンバーンディーバーンボービーチュル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 、猫が好きなのはチュル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 。じゃあここ何やってんの。そんなんだからふざけてやってるって言われるんですよ。そろそろ真面目にやってくださいよ。わかったわかった、なら真面目にやっていこうじゃないかな。よしこよしこ、お前引きこもりも大概にせえよ。体の中から出てこいよ。僕がいつもな、どれだけ笑いをこらえて突っ込んでるかわかんない。ふざけるな。でね、あんまり気づかんかもしれんけど今日めちゃめちゃ喋りにくいね。ろれつが悪いっていうか。
悪いのはお前の頭だよ。で、喋りやすいように福岡の言葉で喋っていきたいんだけど、実況中っていうのはどうしてもさ、いや、ここ足場あんのか。てっきり足場じゃねえと思ってた。で、実況中はなぜか標準語が身に染みちゃってるからさ、だから福岡の言葉でできるだけ喋っていきたいと思います。ここ上絶対シュージかなんか来るよ。ジャンプした瞬間来ないのか。おいしいしっていう準備できちゃったんに。じゃあここはどうしようか。右にボム兵がいるね。このボム兵を着火させて上に行けばいいと。いや、これ右に隠れておくのが正解だよ。え、合ってる、これ合ってんじゃない。さあ行こうじゃないか。マリ、行き過ぎや。いや、でもさ、福岡の言葉で喋るじゃん。そしたらね、福岡の言葉って言葉が強いから、なんか怒っちゃうとかね、そんな風に聞こえるみたいだね。だからなるべく使わないようにしてる。さあ、ここはファイヤーフラワー取って、あのトゲメットをかぶってとかに入る。オッケーオッケー。で、まだ続くんかな、トゲメットがあるってことは。え、終わり。右のブロック壊すみたいな。いや、絶対ダメだよな。え、このトゲメットかぶっていけっていうことなんかな。え、こんなんあったら全然楽勝じゃん。一回当たってもいいと思ったけど。え、何これ。なるほどね。ここでやられるようにできてると、トゲメットをかぶって先に進めませんよみたいな、そういうことなんじゃないかな。もうトゲメット邪魔だって。下から、下からロイだったっけ、この子。当てて、当てろよ。もう上からは厳しいんだよ。ここでジャンプすればいいのか、いや、右から当たろうか。くっそ、いや、右上か、右上から当たればいいのか。僕は今何をやってんだ。くっそ、はははは、悔しい。え、何このミニゲームか。こっから上から、オッケーオッケー。あと1回だ、あと1回でいいんだ。変態仮面、こっちにビームを打ってくれ。はい、それじゃあ左下右下終わったから、次は下の真ん中に行こうか。で、今思ったんだけど、右下クリアしたのにピンコインがもらえてないんだよな。え、今の時間何だったの。マジで意味わかんないんだけど。じゃあ石英一、お前はこっちに来るんだろう、分かってる。だから来た瞬間スピンで回避だ。はい、勝ち。バケー、ここは何もしないでロスをかわせる。で、ロス、お前は用なしでどこかに引っ込んでる。待て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 、かー、ロスの右にやる。で、スピンもしないで上に行こうか。で、この右進めないよな、隠しブロックもない。ってことはここなんか出てくるんじゃない、敵とか。やっぱりね、たまには役に立つじゃねえか、魚。そしてこの四角の枠の中にはキノコが入ってる模様ですね。左に出てくるよ、絶対。めちゃめちゃ早く出てくると思う。だからただの瞬間左みたいな。なりっきろ様、深読みしすぎたみたいだね。じゃあここは右ギリギリまで行ってキノコ当たろうか。そしたら上から次は何が降ってくるとか、そういうことはないみたいな。貴様、キノコを取った瞬間すぐにツタに捕まろうか。そしてここはもう終わりっていう感じなんじゃないの。ピンコインがあるな、すごく怪しい。取ってみる、取ってみて。あ、普通取らせてくれた。でもなんかまだ上に行けそうなところ。終わりじゃん。期待させたって。もまた入ればいいのかな。あ、上に行けばいいのね。そしたらキノコが必要って書いてる。ピューピュー、パパパン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 ポポポンポポポンポポポンポポポテルルワネキチクヤロパパパンパパパンパパンユートモノペラポモキチクヤロ。真面目にやれ。いや、すいませんね、仲のいい制作者さんの名前を出してしまって。まあ、分からない方たくさんいると思うんですけど、聞き流しとってください。まあ、僕のこのチャンネルで、やったー、真面目にやります。あそこには音符ブロックがあったから、その音符ブロックに乗った瞬間ジャンプ、これで左に行けるというもので、今一番左に行ったから、ここからスピンジャンプすれば大丈夫。なんでよ、なんでそこに行くのよ。上隠しブロックあんのか。あるね、ここ上に行くじゃん。で、一番左まで行ってるんだよ。僕ジャンプしなきゃいけないのかな。今ジャンプした、ジャンプして左押しっぱしてるから、ここでスピンジャンプ、これでいい。よしよしよし。いや、わかんねえって、そこは画面が見えねえからさ。で、ここ滑らなきゃいけないと思うんだけど、どうせバグがなんか来るんだろう。わかってんだよ、意味わかんないバグが来る予感しかしないね。じゃあ一旦滑ってみる。そしてこれは何もない。なんか準備してた自分がいた。
じゃあどうしようか、パワーを投げる。で、このバネを持っていけっていうことなんじゃない？オッケーオッケー、これは全然余裕だったね。え、あそこ何？よし、抜けなんですけど。さあ、次の場所に行こうか。さあ、残りは2つって言いたいところなんだけど、ここ3つ土管があるよな。あ、右入れない、左は？左も入れない、真ん中は？あ、真ん中入れるのか。じゃあこの真ん中の土管の方から行こうか。そして右上にも土管があるけど、右上の土管は入れそうにない。うわ、これ完全に3分の1じゃん。いや、どれ選ぶ？頼む、いつも2分の1外してばっかりだけど、3分の1は成功させたいね。右、真ん中、左、いや、真ん中行こうか、頼む。騒ぐな、3分の1なんて低確率じゃないか。外れて当たり前なのさ。問題はこっからよ。右が左、どっち行く？左だ。こっちが正解。もう分かったもんね。残りは1個、ここが正解なんだろ。こんなの3分の0じゃんか。ん？ならどうやって進むの、ここ？あ、ここ入れるんじゃない、この土管。バグかなんかでさ。入れるわけねえだろ。いや、こっからの進み方がマジわかんねえ。全部違うんだよな。わかったかもしれん。これさ、さっきの時蔵持ってくるんじゃない？さっきさ、ここで時蔵を手に入れたまま進めたじゃん。で、これによって上の土管に入れるみたいな、多分そんなことだと思うんだよね。で、さっきね、この下に引っかかったから、ここで左を進歩するみたいな。あ、僕見つけちゃったよ。これさ、実は真ん中違いますよみたいな、こっちが正解なんじゃないの？そうだろう、お孫さんよ。これ左行ってみる？左行って終わらっていうことは分かってる。右と一緒でマグマに落ちるみたいな。だから僕は何かに引っかかってもノーリアクションで行くよ。うん、何ここ、リアクションすごくしにくい場所。もう一回戻る。あ、左の土管に行けっていうこと？こっちが実は正規ルートみたいだ。お、ビッグインもらえるじゃん。いや、マジマジマジ。で、この上には何がある？あ、さっきの場所か。で、この右下のドアに入れば、多分ね、このトゲを手に入れた場所だと思うんだけど、え、全然意味が分かんない。このトゲ、分かった、これ抜いてこいってことなんじゃない？さっき上にさ、テレサとブルブルじゃん。ここのテレサに当たって甲羅を脱いでいく。そしたら中間ポイントの場所まで戻れるんじゃない？いや、こっからまだ変わってるような気するな。いや、どうなんだろう、ここ P スイッチが発動してコインに変わるみたいな。大丈夫、そのあ、あ、砲台が出てきたのが見えたから、なるべく上の方にジャンプして抜けていく。一番左で待つんだと思いますよ。右に行けないってことは、この場所で待っておくしかない。いや、一旦出しておけばいいのかな。そしてジャンプみたいな。いや、マジか、危ない。で、次はよしこそ、右に蹴るのかな。いや、裏にバネが隠されてると見た。オーケーオーケー、さあよしこ行こうか。ここは一緒なんだな。で、ここも一緒。頼む、右にあれ、ちょっと待ってって。え、え、いや、何が起きてるのか分かってって。でも神回避できたんじゃない？で、このヨシコを捨てていくみたいな。バニャー、ここバネの場所までもう一回行ける気しねえな。どうやって避けたんだろう、この場所で。いい、一旦当たってもう一回ヨシかぶればいいだけだったんか。おきおき、ヨシかぶるって何？で、次は絶対出さないよ。左の方からジャンプしてバネを抜けていく。おきおき、そしてこれで中間ポイントの場所まで、ね、戻れたっていう感じなんじゃない？今ごめんね、ちょっと噛んだね。で、あ、で、またさ、あのメットをかぶってこいみたいな。だから一旦やられなくちゃいけないんだよ、ここで。え、これは？もういいって。さあ、残り1個、多分この場所にあると思うんだよね。今メットかぶってるから、右上の土管に入ってありますよみたいな。土管にありませんね。ボロングって書いてる。次はどこに進ませるんだ？ボロング PIP パイプかな。それはさっき解いたよ。みんなごめん、今気づいた。右上行ってなかったね。まだここ多分行ってないでしょ。あ、これが本当のラストコースって感じが。あぶねえ、あいつ魚。めちゃめちゃ忙しいって。よく追いついたな、今処理がさ。じゃあ魚を避けて右上に進んでいく。で、このハテナは何なんだい、何か出してくるんじゃない。魚は引っかかんねえよ、マント様。おじけづくな、勇気を持って進め。ここは勇気を持って何もしなくていいんだ。そうしたら羽が取れる。そしてここもおじけずにブロックを叩け。そしたら先にシャー。どこ入ってんだ。ブロック壊した瞬間左押しっぱ、これで抜けれた。そして次はどっちだ、右下かな。右下は何もなーむさーん。ジャンプ、ジャンプだ。そしてあのメットを持ってオンをしろっていうことなんじゃないかな。あー、そう来るパターンのやつか。あー、じゃあこれは上に投げ、いや、上に投げたらダメだね。絶対発動してメット持てなくなっちゃうよ。だから
右に行く。で、メット蹴るでしょ。そしてパンも上に投げて、さらにはメットを回収する。それで行こうか。俺を舐めるな。いや、こん中さ、パン入ってたじゃん。後で必要になるとか、そんなありそうな気するんだけど。じゃあメット上に投げる。そして次、あ、パンいるよ、絶対に。これだから、ここのパンを持ってあの土管に入る。そうだろ、分かってんだよ、制作者さん。さあ行こうじゃないか。パン様、まだどうすればいいか全然分かってないんだ。なんで今パン様を壊れたんだ。一旦先ピンコイン取っておく。あ、分かった分かった、ピンコインを取ったら壊れるんだ。オッケーオッケー、これで全部のピンコイン集まったんじゃない。よしよしよし、さあもうゴールなのかい。どうなんだ。さあゴールよ、目の前に会ってくれ。クッパ、え、これ何。いや、いいのよ、やられるな。よかった、鍵手に入ったね。もうこの鍵だけが一番心配だったんだよな。じゃあ一番右、この恋の場所が安全なんじゃない。これでいいだろ。来るなよクッパ、来るなっつってんだろ。なんだその顔は。ただ今ので分かったよ、このドアの下がアンチだね。この場所に追っておけば大丈夫。もうクッパを雑に扱うなんて危ないね、チョロップ。いや、テルルさん、そしてこのカロンの甲羅を履いていけばいいのかな。あ、なんか右に進めるようになったっぽいよ。え、このチョロップいる。まあ、いや、一旦先に進んでみようか。あ、このチョロップを誘導しろみたいな。その待て待て待て、武器物だ。スララに当たるギリギリまで右に行ってみようか。それでチョロップが右に行ってくれるっていうわけじゃないよな。あ、やっぱり違うね。あ、ここさ、足場になってる。だからここで待っておけばいいんじゃない。オッケーオッケー、これで武器物を回避。そして次はもうその後出しやめろ。もうこの場所でずっと待っておこう。もしかしたらキノコ以外の何かも来るかもしんないもんな。ファイヤーフラワーが最後に来ますみたいな。いや、そんなことなさそうだな。じゃあこのつららを越えていく。多分ブロック壊れるでしょう。オッケーオッケー。でキノコを取って右に進んだら挟まれると思ったけど、ちゃんと開いてくれたね。で、ドクロリット、いや、スネークブロックか。このスネークブロックに乗っていけって思ったけど、なんか急にテクニックコースなん来たな。いや、テクニックコースだったら任せて、全然余裕だよ。さあスネークブロック行こうじゃないか。今日は君を信用していいのかい。しびれてるよ、助けて。ここさ、スネークブロックに乗るじゃん。聞いたことのない音が流れてんだよね。聞こえるかな、この何かを溜める音みたいな。これは早く右に行けっていうことなんじゃない。何もないかい。いや、でももうわかるね、もうすぐゴールなんじゃないかなって。あのチョロップがボスっていう感じなんかな。そしてこのスネブロ、あの土管の方まで連れてって。そっち、あ、右下が開くのね。おしおしおし、あの土管には引っかからなかったよ。ゴールあんじゃん。で、ほら、なんだお前は。さあ、ワゴンさんよ、これで僕と君の最終回と行こうじゃないか。多分この場所に追っておいたらブンブンはかわせる。かわせる、よしよしよし。で、次はどうすればいいの。ちょ、お前くんだって。ほっ、ナイス、結構いい感じで避けれてるよ。そしてこのチョロプ、な何者だ。あのチョロプをかわしさえすればゴールができると思うんだよね。のタイミング、うん、このタイミングか。よし、倒したぞみんな。これでゴールなんじゃないか。頼むよ、ゴールをさせてくれ。いけるか、いける、いける。あすごくいいよ。さあこれで本当に最終回になるんじゃないでしょうか。わざわざ右まで行かない、ここら辺から隠し録ないで。だからこっから甲羅を脱ぎ捨てて、あの斧に行くわ。頼む、やったいや、終わってしまったね。動画の最初でも言った通り、これがワゴンさんのコースの最後っていうことになります。またいつか新しいコースが出ることに期待したいですね。今までありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一品マリオ一品マリオってなんだP スイッチを押しちゃダメなコースということで、サムネを見る感じ上には P スイッチが隙間なく並んでて、下には一マスの隙間があるから、あの一マスに入りながら進んでいけっていうコースだと思うんだよね。でクリア率がとてつもなく低いのよ。めっちゃ難しいんじゃないかな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.19%。 まあ私ピオキング、これまで繊細な一発マリオを数々クリアしてきました。あんな一マスの隙間に入ることぐらい造作もない話なんですよ。で時間は10秒しかないのか。だからこの P スイッチを踏まずに10秒以内に向こうまでたどり着けいや、ちょっと難しくないか。また地味なクソむずいやつ選んでしまったな。でもこれはね、技術とかそんなに必要ないと思う。今のは技術ミスや。クリアする前にどうやって行くことが一番いいか考えよう。ジャンプ、
まずピースイッチにひっついておこうか。でこっから右を進化したままジャンプ、これが一番行きやすいと思うんだよね。あとはジャンプ調整さえミスらなかったらいけると思うんだけど、ちょっとこれめちゃめちゃシビアだから黙っていいかな。黙ったら僕は上手いっていうところをみんなに見せて。全集中、阿吽の呼吸。あんうんあんうんあんうんあん、違う。難しいね、この感じ。この感じ作った人石田サイバさんって言うんだけど。みんな僕がふざけてるって思ってるでしょ。そろそろいい加減にしろよみたいな。前にも言ったことあるんだけど、僕は無言でやっても無言でやらなくてもテクニックっていうのはあんまり変わらないんだ。これはゴールできるんじゃないのか。くっそ、めちゃめちゃ悔しい。今の絶対言ったと思った。でさ、今ので分かった場合、これさ時間が足んないってことはピースイッチ2つぐらい飛び越えてこっから始めてった方がいいんじゃないのかな。まあ、今たまたま行けたけど、これ行けるかな。いった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 、これを大事にしたいで、ね、またそろそろ本気出します。本気出すために実況、そして人間やめます。わんにゃん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 。もう人間までやめたのに次は何をやめればいいの。あ、このコースやめればいいのか。ベレッペレベレッペレベレッペレベッペンベン。ふざけるな、誰もそんなの求めてないって。みんな忙しいんだから早くクリアしろ。20分ぐらいやりよんよ。全然クリアできんちゃん。こうやってねテンション低く喋ってもどうせカットされる運命になると思うんですよ。いけるか、いけるか、いけるのか。やったー。やったー。めちゃめちゃ嬉しい。なんであんなトークの時にクリアできちゃうの。まあまあ無事クリアできてよかったね。マジでクリアできんと思いよった。ぜひ皆さんもやらないことをおすすめします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。